酒井。巴の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。来い。いかにして敵を見つけるのです？己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう？もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。温泉に浸かるため身を引いたのだとな。あなたの意志とは思えませぬ。そうか。なぜそう思うのだ？女子と恋仲になり追い出されたと叔父上から聞きましたゆえお主のおじぎみは大層愉快なお人だ。違うのですか？すべてわしが決めたこと。指南役を捨てたことに後悔は？弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ、武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などないぞ。そろそろだ。用心しろ。
Zat eerst met een serum stepa. Ach, ga nu chivel, hoe tulpol ook nog. Fischer, Hartzin! En Runik is nek oorlog, Josta. In het Tulum of Samurai. Your Samsono! Ter ten peno, you malka! Somota! Bitten zo daar, twa! Itte kui! Bertela! Unten to sjeu he! Sipsike, virit, ja skai! Hei! Otsu, toshu! İçiban teva darada! Aşağı yav çok da! Yes!
Сум биш байсан юм байл гүдэ. お前はおりません。 進むぞ。 罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。猛虎が操る約束したのは権力、富、地位。ここでは得られぬものだ。己の執事を疎んじておったということか。優しさを身を滅ぼし、心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。お主も招いておるぞ。敵にのみ。島中にだ。 武士は自制を持たねば、自制なくばただの人殺しよ。なれど敵を殺さぬ限り戦は終わりません。巴も同じことを言ったな。敵襲。 巴は、いかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとは？したぞ。だが次から次へと的に矢を当てよって、まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ。度胸だけは。 天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたかな。へっ。
そちらの精鋭を出せ。噂聞いた。うんとんとしえだ。立ちを抜け。Тэр нэг отцгой. Ой, удоо. Ишикава ва иру ка? Оноре, нани о да? А.ことづてがある。モーセ、石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者のこと。黙れ。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。Merci fürs Zuschauen und see you next time.